唯一肌ができないことっていうのがあるんですよ。それ何かっていうと自浄作用です。自分で汚れを落とすことができないんですね、もこもこって泡が出てきてブワーって洗ってくれることはできないんですよ。ではですね、洗顔はする派ですかしない派ですかっていうテーマでやっていきたいと思います。結論から言うと洗顔した方がいいに決まってますよね。あの汚れを落とすっていう意味では泡を使って洗顔料を使って洗顔するっていうのはした方がいいに決まってるんですよ。要は洗顔の仕方、これがどうなのかっていうところを少しお話ししていきたいと思います。で、私の場合なんですけれども、橋本はですね、夜は必ずクレンジングと洗顔、いわゆるダブル洗顔をしてます。クレンジング剤にはダブル洗顔不要ですよって書いてるものも結構あるかと思うんですね。なんですが私の場合ですね、朝は洗顔しないので夜必ずモコモコの泡で洗顔をしてます。お肌に負担をかけないように洗顔してます。はい、そしてクレンジングはですね必ず油溶性のものを使います。なんでかっていうと、クレンジングっていうのはメイクの汚れとか毛穴に詰まった皮脂、角栓などをしっかり浮かして溶かして落としてくれるんですね。なので、油溶性のもの、例えばクレンジングクリーム、クレンジングオイル、クレンジングミルクって言われているものですね。そういうものを使っていきます。私の場合はですよ。で、洗顔はクレンジングした後のその皮膚に残った分ですね。それとそれで落としきれなかったものを洗い流し、肌にとって良くないものが残っていないようにするためにしてます。洗顔は。で、ゴシゴシするのではなくて泡の力、洗浄力で落とします。だからいつも赤がないように、そのツルツルした状態、この肘とか見てもらったら分かるんですけど、これよく擦ったりよく触れるところってこうガサガサしてくると思うんですけど、この状態、角質がもうめくり上がってる状態なんですよね。この状態を肌には絶対にしてはいけないじゃないですか。なのでそうならないように毎日のお手入れは優しく汚れを落としてます。はい。で、朝の洗顔なんですけど、朝はですね、橋本はですよ、ぬるま湯のみで洗顔してます。これはぬるま湯よりもちょっと温かい、熱くまでいかない、温かいなって感じるお湯がベストです。これは季節によっても変わってくるんですけれども、熱すぎるとシワとかトラブル、まあシワですね、シワの原因になります。熱いのかけすぎるとキュッて縮むじゃないですか。あの状態になってしまうんですね、肌が。なので熱すぎるのも厳禁。ぬるすぎて、まあちょっと水っぽいぬるいっていう感じだと皮脂が分解されないんですよ、油が。皆さん思い出してください、ギトギトのハンバーグを食べた後のお皿、これ水で洗剤をつけて洗うよりかはお湯で洗剤をつけて洗った方がなんかキュッ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 度が増しませんか。そんなイメージです。まあお肌はキュッキュッとはしないですけれども、それを温かめのお湯でゆっくり洗い流して皮脂も取り除くっていうことをしています。まあ、ここでいう皮脂っていうのは酸化したもの、まあ、前の夜につけたスキンケアとかですね、そういうものですね。それを指します。温かい度合いなんですけども、先ほども言いましたけど季節にもよるんですけれども、前夜につけた、まあ、スキンケアの残り具合あの肌の上に残ってる残り具合ですね、それによってもね、ちょっとね、温かめの度合いが変わってくるんですけども、熱すぎる、ぬるま湯すぎるっていうのは避けた方がいいです。なんか実際に大体何度っていうのをね、こう測ってしたかったんですけど、すいません、そこまでちょっと温度計とか変えなかったです、すいません。またそれ調べておきたいと思います。はい。実際に橋本が朝泡洗顔をしなくなったのは10年ほど前です。今から、40代入ってるか入ってないかぐらいだったと思うんですけども、これはなんか自分で何だったか、なんかのタイミング、
きっかけで、たまたま朝ぬるま湯で洗顔した時があったんですよ。 なんだか忘れたんですけど、出張先かな、ちょっとあったかいぐらいのぬるま湯だったんですけども、それで、まあ、タオルドライした時に、あ、なんかいい感じだなと。要は残りすぎず取りすぎずっていう状態がお肌に残ってるなって感じたんですよ。なので、あ、ちょっとこれから朝はお湯洗顔、温かいお湯洗顔をしてみようと思って、それから、まあ、よっぽどのことがない限り、うん、あのお湯洗顔ですね、朝は。でそうするとですね、ちょっと油分が残ってる状態なんですね。皮脂膜がゼロになったってわけではなくて、ちょっと残ってると思ってください。そうするとですね、朝に使うスキンケアの浸透力が高まるんですよ。でそこから肌の調子っていうのが、まあ、気のせいかもしれないですけれども、良くなった気もするんですね。それからほとんど朝はお湯になりました。なんか若い頃はなんか朝はね、こうギトッとしてる感じがするので、あの洗顔料でわーっとこう洗ってさっぱりキュッキュみたいな感じが好き でキュッキュさせた上にバシャバシャっと化粧水、乳液、美容液とかをねつけてメイクに入るっていうのがもうね、あのルーティンだったんですけども、カレーとともに多分ね、カレーとともになんですよこれ、はい、カレーとともに朝はお湯洗顔になったのかなっていう風に自分で納得してます。はい。で肌タイプ別で考えてみると、脂性肌、オイリースキンの方ですね、これはまあ基本的には泡洗顔した方がいいかなって思います。人よりも皮脂の分泌が多いんですよね。っていうことは付着するものも多いですし、酸化も激しいと思うので泡洗顔した方がいいかなとは思います。乾燥肌の方はお湯洗顔がいいかなと思います。あ、乾燥肌の方と敏感肌の方ですね、これは、うん、お湯洗顔の方がいいかなと思います。ノーマルスキンの方、普通肌の方はどちらでも大丈夫かなと思います。私の場合、敏感肌に傾いたり、部分的に乾燥する、部分的に油っぽくなるっていう、もうとってもややこしい肌なので、朝はお湯、夜はちゃんと汚れを落とすために泡洗顔もしてます。はい。あとは夜のスキンケアの量ですね、どれぐらいつけるかクリームとか美容液とか、人によってそのつける量全然違うかと思うんですね。例えば大量にもう無理っていうぐらいクリームとかつける場合、食べたにつける場合、朝って皮膚表面にそれ残ってると思うんですよ。ちょっとまあそこに汚れとか、ホコリとかね、空気中のもの付着しますし、まあ、6時間8時間経ってるので酸化してると思います。基本的に水分と油分っていうのは人がもともと持ってる皮脂膜と同じ性質と考えて OK なんですね。なのでその上に、まあ、大量のスキンケアをのせて6時間ぐらい経ったとしても、メイク汚れではないですよね。クレンジングしないといけない汚れまでいってないかと思う。あ、ただね、最近ね、あのね、クリームにも顔料入ってるやつあるんですよ。見たらわかるんですよ。顔料が入ってるスキンケアってもう極悪やなと思ってるんですけど、私は。それも最悪なんですよ、肌にとって。それはね、クレンジングした方が絶対いいんですけれども、そういうのもあるのでね、注意してくださいね。なので、夜のスキンケアの量を、まあ、たっぷりつけても少なくつけてもちょっと残ってる場合あると思うんですけど、それは基本的に温かいお湯で落ちます。スルッとある程度の潤い感を残して落とせます。ここまで大丈夫でしょうか。何が一番大事かっていうと、やっぱりね、正確に優しく汚れを落とすっていうことなんですよ。で、皮膚本来の役割っていうのは基本的にはお肌の中を守ることなんですね。皮膚の役割っていうのは機能としては、1、水分の蒸発や糖化を防ぐ、
これバリア機能がしっかりしてないとどんどん蒸発してしまうんですね。はい。2つ目、体温調節。これ汗をかいたりして熱を逃がして体温調節するっていう機能があります。3つ目、微生物や物理化学的な刺激から生態を守る。これは、まあ、強い洗剤とか塩素系のものとか、あと薬品ですね、薬品とか、ウイルスになります。4つ目、感覚器としての役割を果たす。暑い、冷たい、痛い、痒いとか、うん、ですね。なんですけど、唯一肌ができないことっていうのがあるんですよ。それ何かっていうと、作用です。自分で汚れを落とすことができないんですね。うん、もこもこって泡が出てきて、ぶわーって洗ってくれることはできないんですよ。なので、だから一番大事なのがクレンジングと洗顔、汚れを落とすことなんですよ。はい。で、いかに優しく汚れを落とすかっていうところが、まあ、重要なポイントになってきますね。体なんかはもうタオルでこすってボディーソープで落とすじゃないですか。あれは皮脂がここについてても、赤と皮脂がついてても水性の洗剤で洗うのでちょっと残る感じはあるかと思います。赤すりとかでね、完全に取ってしまうと、もうそれは無防備な状態になりすぎてよろしくないです。実はあんまり肌にとってはこすりすぎはね、良くないですけど、あのウォータープルーフの、日焼け止めとか塗った時にボディーソープとかで普通にタオルでこすってもなんかぺっとりしてる時あると思うんですけど、あれは落ちてないんですよ。膜張ったままなので、あれはクレンジング剤で絶対に落とした方がいいんですね。そうなんですよ。ゴシゴシしてこするのが良くなくて負担がかかってしまうので、それは覚えておいてください。ちょっとお話しとれましたけど、で戻しますね。その後の化粧水と乳液クリームっていうのは、あのもともと肌が持ってる皮脂膜の成分、皮脂と汗の代わりをしてると思ってください。そしたらなぜ化粧水と乳液つけるのかっていうのが分かってくると思います。皮脂膜っていうのがもともとここにも、この肌ここね、ここにもあって、これまあ皮脂とちょっとまあ水分はあるんですけど、これがねお肌を守ってくれて、これがバリア機能を果たしてますね。これがしっかりきっちり潤っていることで蓋をしてくれていて、外からの外界からの刺激、紫外線とか大気汚染とか塵ほこり、もういろんなものあります、化学物質、それを入ってこないようにする。逆に中から、水分を蒸発させないっていう効果があります。だから皮脂膜がなくなっちゃうと、完全無防備な状態なので危険な状態になります。で基本的にはこの汚れを落とす、水を与える、油を与える、はい、この3つで実はお手入れって基本できてるんですよ。はい。なんですけど、季節とか、まあ、乾燥とか、その方の肌タイプとかによって若干使用感の違うもの、例えばさっぱりするもの、しっとりするものを使い分けることは重要かなと思います。目的は健やかな肌を保つっていうのが目的なので、一番いい状態に、ベストな状態にしてあげるっていうのが大事なんですね。はい。でちょっと余談なんですけど、よくあのヒアルロン酸とかコラーゲンとか、いいですよって、化粧水とか乳液とかクリームに入ってますよってあると思うんですけど、あの皮膚の奥まで浸透するものってゼロだと思ってください。ないです。角質層で止まるんです、そういうのは。全部その浸透するよって言われてるものは角質層でピタッと止まります。私たちがお風呂に入って体が水ぶくれにならないのは角質層で止まるんですよ。バリアする、何も入ってくんなよ悪いものはっていうことでバリアします。紫外線も本当は体の中に入ってこないように表皮っていうね、一番上の層があるんですけども、その一番下に基底層っていうのがあって、そこからメラノサイトっていうのがぐんぐんぐんって出てくるんですよ、紫外線に反応して。それは
ここ以上もう紫外線入ってくなってするためにメラニン君が実は出るんですね。で肌が黒くなるんですよ。バイアしてるんです、あれ実は。そうなんですよ。でも美容的に言うと、あのメラニン君が出てくることで肌が黒くなるわけですよね。だから本来はだからあの色の黒い人の方が肌は強いはずなんですよ。色白さんの方がトラブルは抱えてるはずです。紫外線浴びるとすぐシミになったりとかね。やっぱりそれは、まあ、実は肌を守ってるからなんですけども、またまた美容的に言うともう厄介なものすぎますよね。そのシミとかそばかすとか、そこでいつもね戦ってる感じですよね。化粧品とそのまあ肌を守るその機能とでこういつも戦ってる感じはします。はい。だから皮膚をね透過するのはもうあれです、あの薬品です。あのバンテリンとかのこのスプレーとか、経皮吸収って言うんですけど、筋肉がね凝って痛い時にスプレーとか塗り薬、シップとかはそうですよね。あれ薬品なんで浸透するんですけど、化粧品は浸透したらダメなんです。もう薬事法っていうので決められてるので、浸透するのは、ちょっと浸透するのは医薬部外品って言われてるもので、浸透するのは薬品なんです。だから化粧品で浸透しちゃうとあの違反なんですよ実は。だから角質層に有効なものを使う方が絶対いいんですよ。めちゃくちゃ高い効果のないものよりかは、コラーゲンとかヒアルロン酸とかセラミドとか、あのナノ化って言ってめちゃくちゃ細かい分子になってて、まあ奥まで浸透しますよとは言われてるんですが、分子量の大きいものっていうのはあの浸透しないので、それは覚えておいた方がいいかなって思います。はい。なんかすごいね話がね、お伝えしたいことがいっぱいあって脱線してしまうんですけど、まとめますまとめますと、スキンケアで一番大事なことは何ですか？肌に負担をかけずに汚れをきちんと落とす、これが一番大事です。でその後に水と油を足す。水っていうのは化粧水、油っていうのは、乳液とかクリームになってきます。でそれで基本的にお手入れっていうのは OK なんですけれども、あの角質の一部の赤が溜まってくる場合もあるので、それで、ソフトピーリングとかを週に1回か2回私はやってます。赤がたまらないようにツルツルの状態を目指してます。でまあ私のね仕事柄一般の方をねメイクすることが多いんですけれども、肌トラブル抱えている方が多くて、あの洗顔がうまくできてないなっていう方ね結構見受けられます。お肌を見て触れただけで分かるんですね、何が不足していて、あこれがうまくいってないなっていうのが分かるんですよ。例えば、まあ、角質がいっぱい溜まってしまってるな、ファンデーションが溜まってるな、角質も溜まってるなって分かるんですけど、でもご本人はその洗顔方法を今まで信じてケアしてこられたわけなので、安易にもうちょっと別のクレンジング方法を試した方がいいですよとかっていうのがねできない時もあるんですよ。はい。だから大事なのはもう思い込まないことかなって思います。例えば25歳でできていた肌の調子が良かったスキンケアも26歳、1年経てばやっぱりお手入れ方法も変わってくるかとは思うんですね。うん、そういう時にやっぱり頭柔軟にして、あちょっとなんか汚れが溜まってきたからクレンジング変えてみようかなとか、洗顔の方法変えてみようかなとか、いろいろね試してみた方がいいかなって思います。はい。で私の肌の調子が良くなったのは、まあ、朝にお湯洗顔にしただけではないと思うんですよ。他にもいろいろ要因があったと思いますので、その思い当たる要因もまた別の動画でお伝えしていきたいなと思います。はい。私実はもうすごいブツブツのニキビ肌だったし、もう何ですかね、体はねニキビとか何もできないんですけど、本当に自分で言うのも何なんですけど、なんか綺麗なんですよ。背中もニキビできたことなくて、なんかねここを首を境に顔が汚くて、本当にその悩んでた時期のお話もまた別動画でしていきたいと思います。はい。今日は以上になります。ちょっと話だけで長くなってしまいましたけど、参考になったら嬉しいです。はい。またじゃあ次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。